こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。転売アカデミーのサポートでは、画面キャプチャをよく使います。で、このスマホでね、ほとんどの作業をやってる方もいらっしゃいますし、あるいは仕入れの時に、仕入れのこの疑問に思ったところのですね、この商品どうですかとか、画面キャプチャ撮っていただくと、商品の相談もしやすいということで、画面キャプチャの方法を覚えておいてください。まず、Apple、iPhone ですね。この右上のスリープ解除ボタンとオンボタンを同時押し。まあ iPhone はこれだけなんで単純ですね。で、Android 機種の場合はですね、Xperia は、この電源ボタンと音量下ボタン。そして Galaxy は、電源ボタンとホームボタンというような感じで。で、Android 機種はいっぱいあるんでですね、ここに動画で14機種ほどアップしました。まだまだあるんでですね、もしわからない際はご質問ください。ちなみに機種名プラス画面キャプチャとやればおそらくこういう画面が出てきます。そんな形でサポートで画面キャプチャ対応しますんで、パソコンはね、結構画面キャプチャの方法をご存知の方多いんですけど、iPhone、ご存知のない方いらっしゃると思いますので、アップさせていただきました。もちろんパソコンの画面キャプチャの方法もですね、ご質問ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。